みんな、この車知ってる？ヒュンダイのネッソ、水素で走る自動車です。なんだろうこの、キモい笑い顔みたいなデザイン。でも、スタイリッシュかつ親しみやすくて、個人的にはいいと思いますよ。そしてですね、ヒュンダイは車内空間がとてもいいんですよ。レクサスに匹敵するほどの車内空間。高級感、包まれ感、上質感、すべてが素晴らしい。オープニングサウンドもいい感じでしょう。アイオニック5の時も感じましたが、ガジェットというか、家に次ぐ第二の癒し空間というか、そういう世界があります。このサウンド、ゲームの BGM の会社が作ったの？忘れないうちに言うと、新車価格は776万円。いや高いな、想像の300万円高い。あの外観でスープラと同額とか、買う気が起きねえな。撮影の都合であたふたしてて、映像がガタガタで申し訳ないですが、内装の良さは伝わったでしょう。平面に整然と並ぶボタンは新鮮ですね。同じ形で位置だけが違うので、慣れるまで操作には手間取います。いやー、新鮮だ。ネッソなんて見る機会ないからね。カーオブザイヤーを取ったアイオニック5ならまだしも、リアデザインも親しみやすくて可愛らしいですが、新車価格800万円の見た目じゃないよね。外観は良くて、支払い総額450万円でしょ。安っぽいんじゃなくて、新車価格が高すぎな。スープラを眺めつつ、試乗開始と行きましょう。というか親父と一緒に来てるのですが、ヒュンダイがあって決めつけでバカにしてくるし、無言スタイルにしたいのにどうしても会話しちゃうし、ゲップもおならもするし、失敗しましたね。今後は一人で取りに来ます。走り出してみて、かなり小回りが効くし、SUV スタイルゆえ視界も大変広いし、ものすごく運転しやすいですね。モーター駆動なので EV と変わらないはずなのですが、どこで差がついてるんだか、少し特別感があります。メーター内部も新鮮だな。ところで、ずっとパソコンのホーム画面みたいに、温度と時間くらいしか表示されてないんだが、地図が出るんじゃないのか？出ないんだな、それが。どういうことなのかわけがわからないんですが、右側にデカデカと置かれた後付けカーナビ、要するにそういうことなんでしょう。は？カーナビ機能なしってどういうことだ？もともと下調べしない派だし、スープラのついでで適当に乗っちゃったので、私もかなり困惑してますね。シフトノブがボタンってだけで混乱するのに、どのボタンが何をするのだ、ナビ画面をスワイプしてもダメそうだし、諦めていくしかないっすね。ベンツや BMW はコストダウンのため、左ハンドル用のウインカーレバーを使い回してますが、ヒュンダイはご丁寧に、右側にウインカーが来ます。乗ってる感じが高級外車なので、さっきも間違えてましたし、毎回間違えそうになります。かなり視点が高い、街乗り小回り最重視のマシンって感じです。走り出しもかなりスムーズで、何が違うんだろう。EV よりも滑らかに加速していきます。暖気不要だし、ろくな直線区間がないだろうということで、いきなり急加速テスト、ベタ踏みしました。EV 特有の、ワープするような加速感で伸びてはいくんですが、あまり速くはないですね。もう一度行きましょう。いや、普通に速いっちゃ速い。一時停止からのバイパス合流も余裕。でも、EV 特有の、殺人的に刺してくる G がない。車両総重量 2.2 トンに、約170馬力のモーター。絶対的なパワーは不十分かもな。水素とリチウムイオンのバッテリーを搭載、両方とも、事故った拍子に潰れたらどうなることやら。リチウムイオンバッテリーそのものの弱点だから、ヒュンダイもテスラも関係ない話なんだが、それをヒュンダイそのものの弱点と勘違いする人が多いようで。ふむふむ、クイッと曲がり込むような、鋭角の交差点も楽に曲がっていけますね。あれ、なんだこれ、直進できないのか。異常に景観が多いと思ったら、ここアメリカ大使館の真横だったみたいだな。慌ててハンドル切ったせいで、ウインカー出し忘れちゃってましたね。まあそういうこともあるさ。ハンドルにダイレクト感がないというか、軽くてスカスカな感じがあって微妙なんだけど、乗り味は値段相応にいいですよ。SUV 風になってて、上下方向へのストロークが豊富にあるからなのか、段差を越えた時の乗り心地もいい。車内空間も、シルバー色のボタンの感じが、どこかレクサスっぽい気がしなくもないけど、値段相応の高級感はありますよ。外観はシエンタレベルだが、内装と走行フィールは、レクサス級にいいってことだな。700万円台の新車価格も納得するレベル。このパワートレインのスムーズさだったら、絶対的な加速力さえもう少しあれば、1100万円台でもありかもしれないです。街乗り小回り乗りやすさと、快適性重視の SUV だからか、ハンドリングも運動性能も、手応えは微妙な感じ。なんかこう、ステア操作への追従が、ワンテンポ遅れるんですよね。スポーティーを求め出すと、途端に微妙な感じになります。
ちなみにブレーキホールドはついてますよ。車体サイズも少しコンパクトで、東京でも乗りやすいですね。さっきからハンドル操作がガッタガタなのは、窮屈な市街地の中で、車身の手応えを可能な限り得ようとしてるだけなので見逃してください。横幅1860ミリ、前後長は4670ミリ、最小旋回半径は 5.68 メートルだ。え？そんなに横幅でかかったっけ？体感線780ミリくらいでしたよ。最後の駐車場に止めるときに、そこそこ横幅を感じたくらいで、見た目以上にコンパクトです。素晴らしいですよこれは。この手のミドルサイズ以上の SUV って、車体ばかりアホみたいに大きくて、何をするにも窮屈で、ストレス溜まったりするからね。ほう、白飛びしてしまいましたが、アラウンドビューカメラも出せるのですね。寒いという父にシートヒーターをつけてあげつつ、近場をうろつく予定が、早速道に迷います。信号待ちの間にスマホナビを開いて、常に駐車場を目的地に設定しておけば、ルート修正でいつでも家に帰れるはずだ。GR プリウスみたいに、フロントタイヤのグリップを感じたり、切った分ダイレクトにロールしたりはしない。でも、見通しの良さと、軽いステアリングと、瞬発力の高さゆえ、レーンチェンジして流れに乗っていくのが楽だ。フラッグシップセダン級の乗り心地の良さと、コンパクトカーの使い勝手の良さ、この二つが、完璧に共存している。揺さぶってみると、SUV あるあるな、重心高いですよ系の大きいロールをするけど、スカスカハンドルなのに、不安な感じはないですね。右、警察の人に蛇行運転を見られてるぞ。深夜の3時半に、ヒュンダイで、行ったり来たりしながら蛇行運転と急加速とか、怪しい人もいいところだな。急ブレーキテスト。特別いい点はないが、一般人向け街乗り車としては、これだけあれば十分だろ。1860ミリもあると知ってたら、この左折レーン、入りませんでしたよ。ことあるごとに横幅を愚痴る私が、東京のくっそ狭い左折レーンにスイスイ入っていった。このことから、熱素の取り回しの良さを感じてくださいな。ねじれるような急勾配の低速左折も、小回りを活かして難なくクリア。一周してきてしまいましたね。物足りないので通過してしまいますが、動画としてはどうしようか。メーターでも見ましょうか。四角形がくるくるして、斬新でスタイリッシュですね。一番下のバーは、エコメーターか何かでしょう。走行距離は2万キロ、まだまだ新車だな。スープラと違って、予約がスカスカだっただけのことはある。左下は燃料系で、航続距離はカタログ値で800キロを超えると言われていますね。右下の水温計が何の温度なのか、速度計の右側の 1.0 が何の数なのかは、よくわかっておりません。ふう、一通り、言いたいことは言えたと思います。ここで気になってくるのが、同じ日本の水素車、ミライとの比較ですよね。実はレクサス UX に乗った新宿サブナードの地下に、新型ミライのカーシェアがあったんですよ。乗ろうと思ってたんですが、体力と精神力が尽きてしまって。カレコには、旧型のミライの方の、カーシェアもあるっぽいからな。機会があれば乗り比べないとな。新型と比較して確実に言えそうなのは、車体サイズから来る取り回しですよね。運転したことないので何とも言えないですが、新型ミライのサイズ、外から見てても、ちょっと大きすぎるのではないかと思います。どうしようかな。今日の深夜、また東京に行って試乗してこようかな。同じステーションで新旧のミライと、マツダの3トロクがあるんですよね。それにしても、運転のしやすさと高級感を、ここまで両立させた車、そうそうないですよ。前回はヤリスクロスに高評価をしましたが、このヒュンダイのネッソも、運転してみたら、アイオニック5に並ぶくらいいい車ですな。私みたいな、深夜にあちこち走る地方住みが、燃料電池車買ったって給油どうするんだって話ですが、その燃料補給のネックさえ気にならないのであれば、水素車っていいですね。ハンドルはスッカスカでも、狙った通りにスパッと曲がれる。駐車場の近くの曲がり角も、車と人がいないことさえ確認していれば、勢いをつけたまま飛び込んでいけますね。へえ、今のヒュンダイって、こんなにいい車作るようになっちゃったんですね。レクサスは UX しか乗ったことないけど、価格分の乗り味の差は、確実にある。新車が776万円っていうのがな、買えるような値段じゃないんだよな。値段だけがネックですよね。これが高級セダンみたいな見た目の車だったら、お得感すら感じる価格設定だったのに、外観だけは、安っぽいとは言わないし普通にいいけど、値段に見合わない。それもまた難点。すごいっすね。今のところ一発で曲がっちゃいましたよ。いけそうだったんだけど、レンタカーを傷つけたくないので、最後だけ慎重に進む。アラウンドビューカメラ、視点を変えられるのですね。これまでがイージーすぎましたが、スープラとアルファードの間に止めようという時に、
この車のネック、物理的なサイズが顔を出します。アルファードもスープラも、両隣の駐車マスを埋める障害物としては、大柄な部類に入る車だからな。物理的なサイズだけ気をつけていれば、取り回しが驚異的にいいので、駐車で困ることはほとんどないでしょうな。幻のヒュンダイのネッソ、買いたいと思った人の 96% は値段で断念するけど、乗りやすさは軽自動車並み。高級感は1100万円級の1台、新鮮な体験ができました。ありがとうございました。